ターボジェットの小正ホイールキャット、型総動水中翼船ターボジェットの、非星ホイールキャット型総動水中翼船ホイールキャットは、560トン、乗客数400人の水中翼総動船。クバーナーヘルストランド社製造。水中翼船としては、全没型に属し、翼がべて水中にある。ボーイング929と PS30 が総動船でないのに対し、 オイルキャットは、総動線である。ガスタービンを動力とした、ウォータージェット推進である。停止時及び低速では、通常の船と同様、船体の浮力で浮いて航行し、低層と呼ばれる。速度が上がると翼に揚力が発生し、次第に船体が浮上し、利水、最終的には、翼だけで航行する、浴槽という状態になる。船体の安定は、 オートマティックコントロールシステムにより制御された翼のフラップにより行われる。進行方向を変える場合もフラップを使うため、航空機さながらに船体を傾けながら旋回する。翼装状態では、水面の波の影響を受けにくく高速でも、反没式水中翼船に比べ乗り心地が良い。翼は跳ね上げ式になっており、停止、低速時の喫水を抑えることができる。また、 反没型と異なり、翼の左右への張り出しもないため港に特別の設備なしに着岸できる。また翼には、ショックアブソーバーが付いており、材木など多少の障害物への衝突に耐えることができる。姿勢制御は ACS と油圧アクチュエータに依存するので、推進用のタービンともども、航空機並みのメンテナンスが必要である。今、世界で噴射飛行の2層だけがある。 全部は香港マカオ線にある。ありがとうございます。